今度海辺に引っ越してきたんだ。これから毎日海に来て遊ぶんだ。嬉しいな。なかったのか。よいしょよいしょ、何にもいないや。よいしょよいしょ、こっちにいるかな。よいしょ。そんなとこ掘っても何もいないよ。え？小さな穴開いてるでしょ。そこんとこ掘ってごらんよ。どれかな？これかな？よし。あげなさい。カニくんは僕ら海の仲間だ。話してあげなさい。いやだよーだ。その代わり君をいろいろなところに連れてってあげるよ。カニくんの他にも僕ら海の友達もたくさんいるよ。本当？本当だよ。さあ話してあげなさい。いやだな。さあ早く。さあ急いで急いで。でもどうやって僕を連れて行ってくれるの？大丈夫。いいかい？ワン、ツー、スリー。あ、僕いなくなったよ。心配しないで。いつでも元の元ちゃんに戻してあげるから。さあ乗って。しっかり捕まって。いいかい？飛ぶよ。それ。カモメくん、君は魔法使いなの？そうかもね。それより下を見てごらんよ。わあ、お家がいっぱいだ。そう、東京は住んでいる人の数では世界一だからね。工場もたくさんある。お船もいっぱいだね。
海ってとっても広いんだね。そう思うだろう。それじゃあもっともっと高く登ってみるよ。元ちゃんが見ていたのはこの海だよ。あれ、割と小さいや。なんだかプールみたいだね。こんな形の海を湾って言うんだよ。東京湾さ。このプールにはいろいろな魚がいっぱいいるよね。さあ、どうかな。じゃあ今度は海の中を見せてあげるよ。あ、待ってよ。僕、海の中なんかに潜れないよ。大丈夫、任しときな。静かだね。魚も少ないや。なんだか変な音が近づいてくるよ。本当なんだろう。おっと、あれはなんだ。スイ君、あ、カモメ君、どうしたもこうしたも汚れた水が入ってきて、今までのところはもう住めなくなっちゃったんだ。あ、僕漫画の方忘れちゃった。取ってくるよ。わあ、汚いのが来た。おい、はい。あ、汚いな。ほら、ほら、行きますよ。やだよ、出してよ。出して、置いてきますよ、そんなこと言って。早く。うわ、汚い水だ。うわ、ほんと汚いな。汚いな。さかなクンたちの引っ越した後だよ。あ、お化けだ。クラゲくんだよ。帰ろうよ、気持ち悪いよ。アナゴくんがいる。どうして逃げなかったの？あ、こんな汚い海じゃ僕もうダメだよ。あ、苦しい。かわいそうなアナゴくん。これじゃとてもさかなクンたちが住めないね。困ってるのはさかなクンたちだけじゃないよ。ほら、あの漁師のおじさんもだよ。昔はうんと魚がいたんだが、水が汚れてから、ああ、みんな逃げてしもうたわ。かわいそうだな、おじさん。誰か何か言ったかな？いけない。ワン、ツー、スリー。ごめんよ。姿を消したままにしておけばよかった。さあ乗って。でも、どうして海の水が汚れるんだろう？じゃあ、面白いもの見せてあげる。元ちゃん、水の上を見てごらん。あ、お母さんにお姉ちゃんだ。そう、台所の汚れたものを洗っているね。洗濯機も回ってる。つまりね、こうやって出る汚れた水が海に流されるからなんだ。特にプールの形をした湾では汚れた水が溜まってしまうんだよ。じゃあ僕らも悪いのかな。でも汚れた水を流さないように人間も一生懸命やってるんだよ。
ここどこ？あれ？あ、汚い水。これはみんなが使った汚れた水さ。それがここできれいになるんだ。そう、金魚が住めるくらいきれいにして川や海に流しているんだ。だから海もだんだんきれいになるよ。それに人間は僕らにもちょっといいことを考えてくれたんだよ。何？この砂浜だよ。あ、君の仲間がいっぱい。シギもいるだろ。ここは人間が僕ら海の仲間のために砂を運んで砂浜を作ってくれたんだ。そう、そして人を入れないことにしたのもいいことだよな。あ、あの鳥が言ったんだ。おいでおいで。いや、おいでって、あ、近づいてきちゃったよ。いやだな、もう人ってすぐ追っかけたがるんだから。おいでおいで、僕と遊ぼうよ。ああ、つまんないな。わーいわーい、あっちにもたくさんいる。人間はいつでもオイラの一番怖い動物なのさ。あ、カニさんだ。ほらね、だから人間は怖いんだよ。違うよ、レンちゃんは君の仲間を話してあげたんだよ。ほんと？そりゃありがとう。じゃあ俺にいいものあげるよ。はい、うちの飾りにしていた貝殻なんだ。僕に？そうだよ。かわいい。カニさん、ありがとう。さようなら、さようなら、カモメくん。また会おうね。